ビルザワ川に架か,かる赤い御神橋を渡り、鳥居をくぐると163段の階段、そしてさらに106段を登り詰めたところに、八幡神社は鎮座しています。杉子立ちの鎮守の森は、岩出山の人々の心のふるさとであり、憩いの場でもあります。日々のウォーキングコースとして、また、 中高生は部活のトレーニングに階段を上り下りしています。ゴールデンウィーク夏休みには卑怯した家族連れが訪れます。木々に囲まれた神社に参拝することは森林浴をすることに等しく、それゆえに心が癒されるのです。境内にはケの大木が、そして隣接する公園には、 樹齢500年を超える4本のモミの木がそびえ立ち、岩出山の指定記念物にもなっています。カモシカ、タヌキ、ウサギ、キツネ、そしてムササビやフクロウの散歩コースにもなっていて、鎮守の森は意外に賑にやかです。お正月、春、秋の霊祭、名護祭,祭と年中行事、祭りはありますが、 お宮がお正月に負けないくらい賑わうのは、1ヶ月遅れの7月31日最高の名護司祭です。お祓いの後、松明を先頭に、みんなで血の輪をくぐり、裏安の舞、我牛大鼓の奉納、そしてうじ子青年会から子どもたちへ花火のプレゼント。火の周りで早速小さな花火大会が始まります。 子供たちの歓声が響き、神様も笑顔をろぶ夏の夜のお祭りです。そして、人々が役を移して持ち寄った人型は、翌朝、大払いの後、町内の内川で紙の船に乗せられて流されるのです。表参道は269段の階段ですが、裏参道は車で境内までおいでいただけます。 どうぞ、徒歩でもお車でもご参拝ください。